今回の見どころは、今回はね、ちょっと今回はマサヤプロのガッツが裏目に出るシーン、衝撃なんですけど見る価値ありかなと思います。寝てねえんだけど、なんかやっぱ水見るとダメなの。ちょっとスイッチ入っちゃうね。釣りますわ。このエチゴでもね、釣れるように頑張りたいと思います。ほら、あれ絶対正面とこいるって、あれ縦の。こんな日中に釣れちゃうジグです。もう釣り方わかった。あれはすごかった。